卓越した機能だからこそ美しさもここまで主張しました。シマノアルファズーム BBX スペシャル。総延長32,170キロの海岸線を有する日本は、数多くのエキサイティングな磯場に恵まれています。磯は言うまでもなく、魚と人間が自然な形で最も近づくことができ、人間と海との間にダイナミックなドラマを見出せる場所でもあります。特に黒潮の申し子といわれるメジナは、1年を通じて磯の周りに住むところからドラマの主として脚光を浴びています。そして今、そのドラマティックな磯釣りが大いなる改革を迎えようとしています。磯釣りを変える波は、若い世代の磯釣り師によって起こされました。釣り方コンセプトはより積極的になり、それに伴って磯釣りがよりスポーティーなマリンアクティビティのニューステージとして意識されるようになったのです。その時当然のことながら、タックルの見直しが図られました。新しいスタイルの磯釣りに適応したニューコンセプトマテリアル、それがアルファズーム。磯の上物釣りの世界は今、アルファズームによって大変革の最中にあります。磯釣りニューウェーブの騎手として、またアルファズーム重宝の第一人者として、数々の実績を上げてきた高橋哲也が彼の釣りについて話します。そのコンセプトは明快で、あくまでも積極的。針のついた餌を魚の近くに運ぶ、この工程を妨害するのは風、波、潮流といった自然状況で、それは人間の都合に合わせることは不可能だ。では限られた条件下で自然状況の妨害に対し、どのような対策を取り攻めの釣りへと展開するのか、水面から海底までを無段階に探れるように浮きが水没し、その潜航スピードに多くのバリエーションを取り入れた沈む浮きや、水面に頭を出し浮きの水没により当たりを知るトップタイプの浮きを使い、針のついた餌と魚とをマッチさせる釣り方です。深場へのコンタクトの取れるポジションを取り、必ず使う仕掛けの最大潜航位置をつかむことを忘れてはならない。遠く深いポイントほどアプローチは難しく、針のついた餌の潜航能力を殺すこともあり、ラインメンディングや自由にロッドの長さの変わるズーム機能が必要となる。それではこのビデオでズーム機能の有効性を立証します。高橋哲也がホームグラウンドとするのは三宅島と御蔵島の磯。初めの実証は御蔵島の元根に上がって行います。この時水温21度、気象海峡ともによし。彼の釣りの全容をまず知ることから始めましょう。今回使用するタックルは XL の T2-5056 です。で、 SP タイプといって、穂先がソリッド、柔らかくなってます。これでまず足元の際の魚を見ながらよく観察して、細かいあたりを取ってって、で今度沖を攻めてみたいと思います。アルファズーム磯 XL シリーズは、食わせることに焦点を合わせた高完成度ロッド。2タイプの穂先は反発性能の高いパイプ穂先と、しなやかで高感度のソリッド穂先の2種類。浮きを浮かせて目で当たりを取る場面では、瞬発性の高いパイプ穂先が有効となり、沈み浮きを使って竿と手元に当たりを感じたい場面ではソリッド穂先が有効です。さて、いわゆる離島での彼の釣りを見ていきます。定石通り磯際から探っていくようです。表層にはすでに米ジナが湧いてきており、スクランブル状態。この中から浮きというよりは穂先で敏感に当たりを取って次々と抜いていきます。
よっしゃ。コマセに誘われて魚が寄ってきます。その中でも狙いをつけたやつの口元へ餌のついた針をすっと送り込むのが彼の際攻めの基本。この状況を水中で見ることにしましょう。沈み浮きによる際攻めの実証です。様子がよくわかります。沈み浮きとソリッド穂先の効果的な連携。それではこの状況でのポイント、どう考えて何に気を使っているのかを話してもらいます。今の元でっていうのはかなり魚が入ってまして、どこを狙っても釣れる状態なんですね。でどこを、ね、狙っても釣れるんですけども、やっぱり自分の釣りやすい場所をこの中で選んでいく。で選んだポイントに対して際を釣るか沖を釣るかっていうのはやっぱり魚次第で、魚が見えるところ、沖に見えれば沖を釣って、足元に見えれば足元を釣って、で非常に餌取り多いんで必ず付き餌がついて海の中に入ってるっていうのをこう注意してやるのが一番ですよね。それと当たりなんですけど、浮きを浮かして釣る場合と、沈めて釣る場合、この当たりの取り方が違うんですけど、沈まして釣る場合は穂先で、ですからなるべく糸のたるみを出さないようにして穂先で当たりを取る。その時にこの SP タイプ、 XL の SP タイプっていうのは穂先がソリッド状になってまして、非常に小さな当たりを敏感に取っていく性能がありますんで、ちょっとしたこう餌取りのつっついたあたりでも敏感に伝わってきますから、餌がないなと思ったらすぐあげてやる。その繰り返しを何度も何度もやる。とにかく手返しが早くなるってことですよね。やることが早いんじゃなくて、その当たりが出ない時に餌があるかないかっていうのを早く知れる、そういう作業ですよね。で際を狙ってて、とにかく魚がどこにいるか必ず海の中を確認しながらやっていって、いくらどんなに上手に流したって魚のいない場所を流すよりもいる場所を難しく考えて流すよりも、魚が見える場所に使いやすく効率よく釣っていく方がいいと思うんですよね。あんま難しく考えないで餌を魚のそばに届ける、そうですよね。餌を魚のそばに届ける、この単純明快なセオリーが彼の釣りの原点であり、全てと言っても過言ではありません。待つのではなく仕掛けていく攻める上物釣りです。
ズーム機構っていうのは魚がかかってから根をかわすためにズームするっていうことよりも、一番ズーム機能が一番発揮されることっていうのは、その魚をかける食わす前の段階で自分が一番釣りやすい場所から釣りやすい長さに自分が設定して食わせることができる。ですからやりやすくなるってことですよね。簡単に言うとやりやすいってことは食わせやすいってことで、ズームの長さっていうのは自分で好きな場所を選んで、その好きな場所で好きな長さに設定して使えば効果が出ますね。当たりですね。使いやすければ釣りやすい。つまりズーム機構で釣りの幅が広がり、食わせるチャンスも増えるということです。魚のそばに餌のついた針を持っていく。そのための効率を追求した道具としてアルファズームを選び、また沈み浮きで積極的に仕掛けていった場合、当たりを敏感に表現してくれるソリッド穂先を選ぶ。食わせるチャンスをいかに増やすか。チャンスが増えれば大物に出会うチャンスもまた到来するというわけです。これが高橋哲也の釣りのベースなのです。それでは彼の考え方が口太目地な主体のいわゆる近場にも通用するかを検証してみましょう。和歌山県那智勝浦、この辺りは昔から磯釣り師によく知られた釣りの名所です。一級の磯場がたくさんある那智勝浦の海は、関西の釣り師の間でグレ釣りポイントとしてあまりにも有名。それだけにワンランク上の釣果を得るための努力も要求されるわけです。高橋哲也は2月上旬那智勝浦に赴きました。この地では珍しく雪も舞うという天候、決して好条件とは言えません。三宅の哲也がどのように口太目品を攻めるのか興味深いところです。磯に上がった彼はまず見ることから始めます。釣り場を確認し、海の中を見ることでここでの釣りを組み立てていきます。初めてのポイントでは特にじっくりと観察することが大切なのです。表層には厄介なキタマクラが。この餌取りの層を通過させて奥に潜むメジナを誘い出さなければなりません。とりあえず際攻めから、状況に合わせた仕掛けとタックルの準備を始めます。餌を奥に届けるために彼はどんなセットを考えたのか話を聞きます。今日使用するロットはアルファズーム XL T1 の4854です。で、穂先がソリッドになってますから、僕の釣り方、まず仕掛けが一ヒロ弱ですね、矢引きの長さにして針から浮きま で固定にして浮きを沈めます。で、穂先で当たりを取る感じでまず足元を攻めて、それからどうしても餌取りが多いとか手前を釣るのに釣りにくいっていう条件があったら、ちょっと浮き目を、少し浮力のある浮きで浮きを浮かして攻めてみたいと思います。メジナの姿が見えないので、この時の彼は仕掛けをかなり沈ませ深みを探りました。活性が低下した魚を釣るにはそれなりに根気が必要。少しでも姿を確認できれば締めたもの。
目がすごいね、これぴったんこだ、今ね。自分で組み立てた筋書きが当たったとき、釣れたから釣ったという段階へ進むわけです。これが攻めの上物釣りの楽しみです。あ、入れる。いけたよ。魚を確認できれば彼の釣りは俄然積極的になります。狙いすました魚にいかに食わせるか、そのために自分のポジションは竿先の位置は、いるいないという問題に対してこれほど確実な答えはありません。この悪条件下で彼は唯一メジナの存在が確認できた磯際にこだわりました。大自然に対して不確実な要素を一つ一つ検証していくことにより真実をつかむこと、その効率を追求するのが彼のコンセプト。彼の釣りのすべてがこのコンセプトで成り立っているのです。魚を見て餌を口元に届け、そして食わせるというシンプルな彼の釣りが南紀の磯でも実証されました。食わないからハリスの号数を落とすといった発想から全く別の視点で基本を追求してみるという提案でもあるわけです。さて次に彼は千葉県の房総半島を訪ねます。関東のメジナポイントの一つ、千葉県の鴨川。外房ではよく知られた釣り場です。この辺りの磯は口太メジナが多いのですが、オナガメジナも狙えないことはありません。ただ出向いた日の水温は 13.8 度。活性の下がった魚をいかに引っ張り出すかがここでの釣りのポイントになります。今回使用するタックルは、アルファズーム XL T1-4854 です。でリールは BBX の 800GT、 それに3号のシーガー S を、直結にしてハリス兼用に使ってます。でまずポイントなんですけど、結構足元にずっとハエネが出てまして、今満潮なんですね。でちょっと波かぶってますけども、その磯際のずっと払い出しに乗せて棚のヘリをずっと探ってきます。でまず一番初めにこの磯に魚がいるかっていうことで餌を取るか取らないか、これを注意して流してみたいと思います。でポイント、釣り竿なんですけど、ポジショニングにまず流しやすい場所、今さらしがちょうどこの真正面から真沖に向かって流れてますから、
これに道糸を当てた時にまっすぐ流れる場所をポジションとして探しますね。で、あの磯際、と棚が前に出てて、さらしがまっすぐ出てますから、これに垂直なポジションを取って、道糸がさらしとか磯際の波に引っ張られないようにまっすぐ流れていくポジションを取ります。でかなり水温が低いんですよ。13度8分、水が冷たいですから、どのぐらい魚が活性あるか、まあ、もちろん目的はメジナですけれども、それ以外の魚がどのぐらい活性があるかっていうのを月餌の残骸によって調べますね。で、千葉の海もあの離島、まあ、例えば三宅とか八丈島、そういう海でも、魚のサイズ、狙うサイズが違っても釣り方のコンセプトは変わらないですね。っていうのは結局どんな魚の大きさに、ね、大きさでも針のついた餌を狙いたい魚の口元に届ける、それを釣りやすく効率よく釣るだけですから、魚が大きいとか小さいからといって釣り方が変わるわけじゃないですね。ただ変わるのは口の大きさ、小さい魚は口が小さくなりますから、そういったことで針が小さくなったり、そのぐらいの違いだけですね。で、このポイント今竿の長さが 4m80 で、磯際からハエネが出た長さがだいたい 10m ぐらい、この竿の2倍ちょいハエネが出てますから、当たりを取るのに道糸にたるみをもたらせると小さな当たりが伝わってこないですね。っていうのは沈めた時の場合は穂先で当たりを取りますから、なるべく糸のたるみを出さない。でも浮きが水面に浮いてればその浮きの水没で当たりを取りますから、まあ、糸のたるみが出たところで当たりを見逃すことはないんですけども、今仕掛けが馴染んでから少し沈む浮きを使ってますから、なるべく糸のたるみを出さないように当たりを取っていく。そうこうしているうちに徐々に魚が見え始めてきました。釣るということに関してはここでも間違いなく釣れるでしょう。しかし型が望めるかとなるとちょっと厳しい。彼の目にも大きいサイズのメジナはまだ確認できていないようです。サイズは小さいものの、まあ、メジナがかかってきたと。さっきから、まあ、一番初め1投目2投目3投目と小さな当たりがあったんですけども、竿に乗ってこない。で3回目4回目5回目と当たりがあるんですけど、どうしても針に乗ってきませんから、自分からのフッキング合わせをやめて今度魚に持ってかせるんですね。好きなだけ仕掛けを持ってかせて竿の弾力でフッキングに持ち込む、こういう自分が当たりを知ってパンと合わせじゃなくて、魚に仕掛けを持ってかして当たりを柔らかい穂先、このソリッド穂先ですよね、それで押さえながらフッキングに持ち込む。で今の魚が上がりました。だからどっちがその魚が乗ってくるか針にかかってくるかっていうのを自分で交互にローテーションさせながら合わせ方も考えていくんですね。たとえそれが餌取りとしても、魚が餌取りだとしても同じことですよね。魚の近くに針のついた餌を持っていく。タックルのバランスを正しく理解していれば、フッキングの技術にも生かすことができます。特に米ジナの場合、ソリッド穂先のしなやかな弾力は
予想以上の食わせ効果を生み出してくれるわけです。外房鴨川での釣りは超米品のキャッチアンドリリースに終わりました。三宅での豪快な姿を見慣れた人には意外かもしれません。しかし場所はどうあれ、メジナを釣る楽しみは同じ。与えられた状況に全力を尽くすことが一回一回の釣行を充実させてくれるのです。さらに彼は内房のメジナに挑みます。内房の富浦にメジナの高ポイントがあります。東京からほど近いが一級の磯です。早速海の中を覗いています。どんな釣りになるのか楽しみです。でまずこのポイントは足元にずっとハエネが出てるんですけども、そのハエネがちょうどこの真正面だけ切れてまして V の字になってます。でそのハエネの上をずっと昆布が、海藻が生えてますから、その海藻の際からずっとその片落ちをずっと狙っていきたいと思います。竿の長さが今多分この右側のハエネは5メーター40の竿の長さで届くか届かないかぐらいなん でまずこっちの攻めやすい場所、切れ込みがないとこですよね。あの切れ込みがあって棚が出てないとこ、ここを48からこれから54ぐらいの長さでまず縦に攻めていって、でまずその中で餌が取られるか取らないかをチェックして徐々にポイントを絞り込んでいきたいと思います。ポリシー通り急ぎ輪から探って状況判断をしていくやり方、ポイントとロッドの長さの関係が重要になります。すごい餌取りの群れです。この大群の層をいかに通過させるのか、こういう場合彼はどう対応するのでしょうか。あの今この手前が餌取りアジとかウミタナゴでいっぱいなんですよ。ですから足元を何回も何回も餌を入れたところでみんな餌取りに餌を取られてしまいますから、少し浮き下を長くして大きめ、コマセの効いてない、全く何にもコマセの効いてないところ、そこにあの浮きを浮かした状態で針を長く取って浮きから針までの間を棚として狙って狙いを変えます。状況に応じて仕掛けの調整を行う。餌取りの下にメジナがいることは分かっているわけですから、餌を持っていく方法を変えてやる。目的は同じ、手段が違ったに過ぎません。足元にすごい餌取り多くて沖をずっと流してましたら水面近くに上がってきたんですね。そこに浅くして餌を取りだと、かなりまだ残ってますからもうちょっと攻めてみます。でやや遠めに、初めからあのコマセの真ん中に投げるんじゃなくて、やや遠めに投げて手前に引っ張ってくる。で間違えちゃいけないのは浮きの位置よりも針の位置がコマセの真ん中に来るように。よし、
完璧に状況をつかみました。手前には餌取りがびっしり。そこで彼は餌取りの下の層にいるメジナを浮力のある浮きを使って沖目から手前に持ってくるやり方にしたわけです。沈み浮きにばかりこだわらず、次から次と手を繰り出す臨機応変な対応です。馴染む時間が早いんですよね、長い仕掛けよりも。あとは馴染んでからゆっくり無段階に進んでいけば当たりは早く伝わってますから。フィッシュですね。型は小さいもののメジナ。内房のメジナを心ゆくまで楽しむ高橋哲也。これは一つの発想の転換への提案でもありました。彼は離島の大物ではなく、一般的な釣り場での対応という我々の課題に精一杯応えてくれました。よっしゃ。磯釣りは新しい時代を開こうとしています。アクティブでスポーティーな釣りに生まれ変わる一方で、発想の転換により新たな楽しみへと釣り人を誘うのです。タックルの進化はまさにこの時代を反映する当然の流れといえます。アルファズームやソリッド穂先に象徴されるタックルのニューコンセプトこそ、新しい磯釣り感性を物語っているからです。磯は今新感覚激空間に変わろうとしているのです。
磯のテクニシャン高橋哲也が彼自身のコンセプトを集約して語ります。近未来の磯釣りを暗示するアルファズーム世代のモノローグ。ポイントの見極めは海の中を観察して、あくまでも魚のいるところ、際釣りじゃなく沖釣りじゃなく本流釣りじゃなく晒しの狙いじゃなく、魚がいるところを中心に自分でよく観察して決めます。初めて狙うポイントで僕が使用する道具は、まずハリスは道と兼用のサンゴ、そしてそれは際釣りですね、足元をする場合だけ。その時に、仕掛けとしてまず海面から海底までを無段階に探れる沈む浮き、これを使います。仕掛けの仕様に合わせて、竿をセレクトする。水面に浮いた浮きであれば当たりから合わせのタイミング、時間のロスを少なくするために早く合わせるということでパイプの穂先を使います。沈んだ浮きを使う場合は小さな当たりをより早くより鮮明にするためにソリッド穂先、これを使います。ですから釣り方、狙い方、方法に応じて自分がロッドをセレクトしていく、ロッドのローテーションというのは僕は大事だと思います。ポイントの状況に応じて一番使いやすい長さにセレクトできるロッド、それがアルファズーム、俺の最強の武器。食わせることから釣りが始まる。